はいどうも、全力絶叫 YouTuber、ビーモリです。さあ、本日もサークルチェンジに、スペシャルゲストが来ました。まあ、昨日はね、大チャンネルっていうビーモリのパクリ系 YouTuber で、今日は超ビッグゲストです。元オリックスバファローズ、西浦隼人選手です。お願いします。そうなんですよ、今日西浦選手、僕今日誕生日ということで6月25日、26歳になったんですけども、サプライズでこのバーにお越しくださいました。ありがとうございます、本当に。いえ、おめでとうございます。ありがとうございます。26歳に誕生日、西浦さんとこのサークルチェンジで野球を一緒に見るっていう、もう本当にもう実質これで優勝なんですけども、ね、現在オリックスバファローズ、3対0で、勝っております。ピッチャー山本由伸、まあもう今日実質勝ちみたいなもんなんで、もうこれが勝利の動画になるんですけども、西浦さん、今日のオリックスどうですか？いやもう今日は勝ちましたね。3点あったらまあ、はい、勝てるでしょ。これは勝てる。今日ね、あの福田選手や若月選手が2安打で、あの若月さんが、はい、西浦選手最近 YouTube もね始められてるということで。そうですね。山本圭さん、西浦さんの YouTube も概要欄に貼ってるんですので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。いや、西浦さんどうですか？去年ね、あの西浦さんがあの円陣に入ってから、僕は勢いよく優勝したと思ってるんですけども、まあそう見えますよね。いや本当に、まあでも良かったです。今年ちょっと今オリックスまだね借金あって、ちょっとどうしてって感じですけど、ちょっと西浦さん勝つ入れてください。ちょっとこの動画どうして、そうオリックス勝つお願いします。絶対優勝してください、僕のために。おい、優勝しろよ、西浦さんのために優勝しろよ。借金と抱えてる場合ちゃうねんって。お前今日勝って借金1、ここから100連勝いけ。西浦さんが言うとんねん、言っとるよ。マジで100連勝。まあね、こっからおそらく勝つと思うんで、はい、西浦さんもね、一緒に全力で応援していきましょう。はい、はい、ありがとうございます。風切り裂くユニフォーム、マックス全開フルロック、攻撃速攻ぶっちぎり、高速ダッシュの速い男、西浦、西浦勝ってます。西浦、ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、本日オリックスバファローズ勝ちました。山本由伸8回無失点。あの先ほど西浦さんがね来店していただいて、あの西浦さんが、今日は勝ったでしょうと、特大レベルのフラグを立てましたが、なんとか勝つことができました。ありがとうございます。西浦さんすごいですね。西浦さんがこれ勝利の神ということで、ということで本日オリックスバファローズ、千葉ロッテマリーンズ相手に勝利しました。本日はね結構ヒットは出るんですよね。初回に福田選手がツーベースからの、吉田正尚選手がタイムリーヒット、めっちゃめっちゃめー。2回には福田選手がタイムリーヒット2対0。はい、そして4回には大城選手のヒット。昨日から復帰しましてね、今日早速スタメン出て、結果を残すという素晴らしい。そして7回には2試合連続八木投手から吉田正尚選手がホームラン4対0、めっちゃめっちゃめー。普通に西浦選手の前でも僕普通に脱ぎましたからね。普通に俺たちのビッグボスビビビやりましたからね。うん、西浦選手の前でも B モレルは B モレルです。はい、うん、普通に発狂するよ俺。はい、そして山本由伸投手はこれ8回まで無失点。これね、田島投手、そして山岡投手が2試合連続完封してるところで、この3試合連続完封勝利っていうのが見えたんですけども、山本由伸投手、ここは、9回は投げずに、阿部翔太投手が抑えて、ゲームセット。まあ一応、継投でも完封勝利になりましたが、うん、まあ由伸投手、まあいけたらいけというふうに言われたらしいですけども、そこはちょっと一応、ね、任せたっていうことで、そこでちょっと譲りが発生してるんですけども、ということで、4対0勝利。まあ、本当に、ね、非常に硬い勝ち方なんですけども、本日私事ですが、B モレル、26歳の誕生日を迎えました。バースデー勝利です、優勝へ。いや本当ね、誕生日のオリックス戦僕いい思い出なかったんですよ。去年は僕東京住んでたんですけども、誕生日ってことで大阪に帰省して京セラドーム見に行ったら、由伸からのワーニングが炎上してオリックス負けっていうね、最悪の誕生日やったんですけど、でその前の年が6立て真っ只中のねところで、うん、もう反動
オリックス暗黒週のする誕生日でしたって感じで、本当記念日系でいい思い出ないんですよね。あのチャンネル登録者、そのキリのいい8万人とか7万人でね、僕もいつもあの配信してるんですけど、8万人の時に佐々木朗希に完全試合されて、4万人の時に確かギータに満塁ホームラン打たれたんですよね。記念日系マジでいい思い出ないんですけど、この26歳の誕生日という節目でようやく、オリックスが気持ちいい勝ち方をしてくれました。ありがとうございます。ということで今日西浦さんがね来てくれまして、西浦さんも言ってました、今年も優勝してくれよと。はい、まあ西浦さん大阪住んでるんですけども、わざわざ今日サークルチェンジにこの僕の誕生日ということもあって来てくれました。いや普通に初めましてやったんですけどね、この初めましてなのにこ来てくれるとなんて接しやすいんだと。これ西浦選手のこのパッションにオリックスも応えると、うん、本当に頼みますよ。まあ、こんな感じで、ね、サークルチェンジ、本当こういう何でもない日にね特別ゲストが来たりするんで、皆さんまたサークルチェンジにね来てくれたら、もしかしたらあの選手が、もしかしたらあの方が、あの元選手が、あの育弘が、来るかもしれない。サークルチェンジまた来てください、お願いします。はい、育弘は願望です。はい、はい、ということでオリックス今日で4連勝かな、借金1。さあこっからまた連勝街道に乗っていきましょう。オリックス優勝へ。あと私事ですが、今日誕生日ということで、まあ今日はね店の営業がありましたと。明日ね店休みなんですよ。うん、まあ誕生日ということもあり、26歳一発目、ケーキ付けを図るために明日ゾゾマリンスタジアムに現地参戦いたします。分かっとんな。うん、薬病神払拭や。25歳の俺は薬病神、うん、それは認める。26歳の B モレルは、うん、薬病神じゃないですよ。それは明日見せてくれ、うん、頼むぞマジで。今日の畳は3-0。今日のここで島内は、3打席立って、2打数無安打。今日のラベロは試合中止2軍。